はい、今回は少年 A 子と榊原生徒の件における謎とですね、少年法が利用されていた件、こちらについて考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。この榊原生徒っていうのはですね、人を丸下と、そしてそのね、丸下男の子の首をですね、肛門に置いたということで、世の中的に注目されている、内容なんですが、いろいろおかしいところがあるんですね。で、はっきりと言い切れないですが、99% 榊原生徒は肛門に首を置いていない、と考えられるんですよ。で、数々の謎がありまして、で、そういったことをして、それをしたのが少年なんだと、14歳の少年がしたんだっていうふうに、少年法を利用して、この件を、なんていうのかな、うまく言えないですけど、報道した、そういったようなことだと思います。で、こちらはご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、いくつもですねおかしい点があるんですよ。で、今回はそのいくつもあるおかしな点について、考えてですね、一つずつ、お伝えしていこうと思います。ちょっとうまくね、量が多いんでまとまらないところもあるんで、ちょっと頑張りますので、そこはちょっと、お許しをということで。で、この話をね、最初からっていうか最後まで聞いていただければ、おかしいなと。で、もちろん本当のところっていうのは分かりませんよ。で、その誰がやったとかっていうのは、ある程度の憶測は立ちますが、はっきりとは分からない。で、その目的っていうのもいくつか考えられるんですが、今回はその目的について触れませんので、真相といえば、このね、首を肛門に乗せたとされているこの榊原生徒は実は乗せていないと、それが真相である可能性が高いと、そういったことを今回、考えていきます。で、何かっていうと、この件っていうのは14歳の少年がしたものなんだぞっていう、少年法を利用したものなんですね。で、この後に、なんか少年法の、年齢が引き下がったとかっていうのがあるんですが、さほどそれっていうのは関係ないんじゃないかと、あるのかもしれませんが、別にこの今回の件にはさほど関係がないんじゃないかと、僕は思いますっていうことでね。で、まず、先ほどからお話して、皆さんもご存知でいらっしゃると思いますが、その神戸の、学校に、その少年 A が、男の子の首を切って、置いたということになっているわけじゃないですか。そういった事件ですよね。で、その首のところに何か犯行声明文が書かれていて、どうのこうのって言いますけど、まずここですけど、犯行声明文どうのこうのって言いますけど、これはマスコミの自作自演である可能性が非常に高いんですね。まず、いろいろあるんですけど、肛門の高さが確か180センチ以上あって、どうやってその少年 A がそこにこう首を置いたのかっていうのも説明がつかないし、下になんか上り台みたいなのがあって、登って、首を置いたっていうのであれば、それはそうかもしれないけど、その登り台はどこへ行ったのかと、全くそのね、その事件現場にそういったものもなかった。さらに言えばね、ちょっとあれですけど、血の跡とかもないっていうことも、それもまたおかしいんですよ。そういうことに気がつかないのかもしれないんですが。で、ちょっと話戻りまして、このマスコミのね、その声明、マスコミが作ったとされる、マスコミの自作自演とされる声明文を、打ち出すことによって、この事件が、大騒ぎ、日本中で、広がっていったと。で、マスコミのこういうことをするのが目的だったと取れるんですね。で、このですね、榊原っていうののこの犯行動機がよくわからないんですよ。なんかいろいろ言われてますけど、単純にやってないからね、動機も何もないと思うんですけど、っていうことを言ってると。で、この件があってから、少年法かな、16歳から14歳に、罪を、問えるようになったとかって、改正されたとかって言ってるんですが、でそのためにとか言うけど、そんなの関係ないと思うんで、どちらかっていうと、うまく言えないですけど、若干こじつけてる節があると思うんですよ。で、この事件の後におかしいことがあって、それはこの後、この事件を話した後に考えていきますが、このね、榊原の事件の裁判記録っていうのがあるんですが、それが破棄されてるんですね。こんな日本で知られている事件のその裁判記録を破棄するっていう意味がわからないじゃないですか。これ大事なことなわけですよ。こういう資料とかね。なんでそれが破棄されてるのか意味がわからない。ちょっと言わないって言ったんですけど、軽くお伝えさせていただくと、
この件のですね、グループはやったであろうもの、本当の犯人というのは別に榊原でもなく、まあ、日本のまあその宗主国ですね、宗主国の関与であると思います。東丸であったり、せんべいであったり、そういったものの関与が考えられると思います。で、なぜ やられたのかというのは、いろいろな背景があるかもしれないんですが、この、まあ男の子ですね、あと女の子もかな、丸されてるっていうことなんで、まあその象丸とかそういったものを取るため の組織的な犯行であると。でその一箇所、今回はですね、あの 目を取られていたとかっていう話もちょっとあったんで、まあ、そういったものも目的だったのかなと思ったりもします。そしてまずですね、こういった話を真面目にすると、ね、なぜだ、ね、榊原がなんとかじゃないかっていうんですけど、すごく簡単なんですよ。こういうふうに言ってしまったらもうあの一言言って終わりなんですけど、この件っていうのは榊原の自白しかないんですよ。その自白も警察と検察が言わせたんじゃないかっていうことなんで、うん、それだけ。他のことは何もないから、勝手にいろいろ言ってますけど、マスコミが言ってるだけで、警察の一部にもそのね、宗主国の息がかかっていて、この件をこう報道するっていうふうになって、そう報道しているだけだと思います。で、例えばね、こういった話をすると何だろうかなって思うかもしれないんですけど、じゃあこう考えてみましょうか。こういった情報があるんですよね。あのこの件を調べていた警察の人ですね、警察の人がこういうことを言ってるんですよ。大っぴらには絶対に言えないが、本当にこの少年がやったのかなっていう気持ちが今もあると。うん、あ、やっぱり警察の人も思ってんですよ、こういうふうに。だから本当のところっていうのは上層部とかしか知らないのかもしれないけれど、働いてるね、そこに勤めてる、勤務されてる警察官もおかしいと思ってるわけですよ。でマスコミっていうのはこの件の真相を言うことはないと。でこれっていうのは僕だけじゃないんです。他の人も ずっと思ってるんですけど、この件っていうのは何かっていう話なんですよ。警察と検察の筋書きがあってですね、この榊原に自白を強要して犯人としてでっち上げられたとしか考えられないんですね。でさっき言いましたけど、いろんなこと言われてますけど、犯人となったのはこの榊原少年 A のですね、自白しかないんですよ。しかもその自白っていうのがもう矛盾しまくってるんでね、おかしいじゃないですか。で今度裁判ではその自白を検証しないまんま犯人として、で結局その書類を、ね、処分してしまったっていうことなんですよ。だからあの少年 A が犯人である。でまあこれはちょっと本当のことでは分からないんですけど、少年 A イコール榊原って言ってるけど、少年 A ノットイコール榊原とかっていう説もあるんです。それはちょっと分からないから、単純に榊原っていう14歳のやつがやったんだと世間は騒ぎますが、全くそれが嘘、全く別のその組織的なものがやった、その可能性が非常に高いと考えられるこの件ですね。で そのことをもうちょっと深く考えていこうと思うんですけれども、じゃあ例えばね、これを考えていきましょうかっていう話なわけですよ。先ほど言ったように少年 A が逮捕されてるんですが、それっていうのは警察の自白、あと警察の違法捜査をしたっていうふうにも言われてるんですよ。だから何が何でもこういった件が起きたんで犯人が必要なわけですよ。これを犯人とするっていう、そういった流れを流れで持っていったと。でこのですね、この件を気になる方って多くいらっしゃるんで、いろいろ調べてる方がいらっしゃるんですが、少年 A、イコール榊原生徒ではない、つまり少年 A、ノットイコール榊原生徒っていうのは何かっていうと、その挑戦状って言って書いたものの字が異なっているっていうことなんですね。だからマスコミが捜索したと考えられますね。あるいはマスコミの裏にそういった捜索したものを、出させる、ものがいたと、そのように、僕は考えられるし、そう思ってる方っていうのも、いらっしゃるわけでしょう。だからこれがいわゆる、難しいんですけど、榊原生徒、ノットイコール少年 A っていうことですね。その、挑戦状っていうか、それと挑戦状の文字と榊原、少年 A の文字が全く違うと、これおかしいじゃないかっていうような話なんですね。
だから、なんていうのかな、その第一の挑戦状、ね、第二の挑戦状って言って、このね、男の子の口の中にあったものと、文字が違う、字が違うっていうことで、これはね、別人であるっていうことなんですよ。だから、その、いわゆる、なんて言ってるのかっていうと、榊原イコール少年 A イコールこの件の犯人って言ってますが、そうではない。榊原と少年 A は同じかどうかもわからないし、そもそもこれをやったのではないと。で、ここなんですよ。これがもうこの件の決定的な話なんですけど、皆さんも思っていらっしゃるかもしれないですが、こう思っていただければと思うんですね。首を切ったっていうこと、頭部を、切断したっていうことを、言われているんですが、頭部を切断した凶器ですね、そういったものを含む物的証拠は一つもないんですよ。なんかノコギリが川の中で落ちていたと警察が見つけたって言いますが、多分それっていうのは後からつけた、デタラメであると考えられますね。で、まずそういうのもそうだし、この件の本当におかしいっていうところなんですが、この男の子の首を切断されたって言ってますが、こういうことっていうのは医療機関とか専門機関でないとできない、切断面なわけですよ。榊原っていうのは糸のこぎりで首を切断したと言っていますが、できません。この時点でこの件がおかしいことがもうはっきりとわかるんですね。榊原の背後に警察が回って、警察、検察に、無理やりの、自白を強要されたと、そういったことが、言われているし、多分本当だと思います。で、話がいろいろおかしいわけですよ。榊原が、このね、男の子を丸して、首を切断したと言うんですが、このタンク山っていうんですよね、その実行したとされるタンク山のアンテナ基地とかって言われるんですが、そこでは物理的にそんなことができないっていうことなんですよ。無理じゃないですか。だってやってないからね。で、この後にそこに、行ったかどうかもわからないっていう、そういったことを考えます。で、その警察が無理やり自供に追い詰めたんですが、その少年 A はですね、その審判が始まってから2ヶ月間ぐらい犯行を否認していたということなんですよ。だってやってないからね。で、実際分かってるんですが、検事の調書がですね、榊原に対しての誘導尋問をしていたということも分かってる。つまりこれっていうのは何かっていうと、検事が作り出した事件っていう、そういったことなわけですよ。その14歳の少年が、懲役13年とか、そんなことも書けない、そういった内容なんで、おかしいことだらけだなと思うじゃないですか。で、これはですね、リスナー様もご存知の方がいらっしゃるかもしれないんですが、明らかに犯人であるものを見た人がいるんですよ。僕じゃないですよ。明らかに犯人であるものを見た人がいるんですよ。そしてその人たちの、投稿内容っていうのが事件の直後あったんですが、それが消えたんですよ。だっておそらく言うなれば犯人、本当の犯人はこれだと思います。この者たちだと思います。どういうことかっていうと、こういうことです。 この、男の子の、長谷淳君っていう男の子の頭部が置かれた中学校の校門の近くで、黒いゴミ袋を持った中年の男性、あるいは不審な車が何回も目撃されて、これは犯人じゃないか、って言った声があったんですが、実はその話が消えてですね、突然中学生が逮捕されたっていうことなんですよね。あれ、この黒いゴミ袋を持った中年たちはどこへ消えてしまったんだろうか。この者たちこそが本当は犯人なんではないかと、そういうことを見た人がいるわけですよ。で、その中学生が犯行声明を書くのもおかしいし、マスコミがそういうふうに決めて、裁判でそういうふうに持っていったが、この話が消えたと。黒いゴミ袋を持った複数人の中年男性っていうのが消えた。で、また今度、別の方も同じようなことを言っており、このね、長谷淳君の頭部の置かれた中学校の、やっぱりその事件がな、かな、それを報道した時かなんかの、その直前に、身長170センチぐらいの30代から40代の中年男性が学校の周りをうろついていたと、何人もの人が目撃していると、何人もの人が目撃してるんで、その話の方が本当なんじゃないかと思うんですよね。黒いポリ袋を持って学校の通用門のところに隠れていたりとか、ね、何か怪しい動きをしていたっていうんですが、全くこの件について触れないわけですよね。だからこの首の件の本当の犯人はこの者たちだと思いますよ。大人ですね。身長が170センチから180センチの、確か3人ぐらいいたとされているこの中年が、これが大人だと思います。
大人が犯人だと思います。しかしそこには全く、触れないんですね。で、またですね、先ほど言ったように、おそらくなんですが、まあ、皆さんはこちらどういうふうに思われるかわからないんですが、多分ね、その なんとか山、タンク山に行ったっていうけど、多分行ってないと思うんですよね。嘘でもなんでもなく、全くそんなことは嘘だと思うんですよ。なんでかっていうと、まあ、少年 A っていうね、まあ、榊原生徒にしましょうか。榊原生徒が純くんを丸したとされているのがタンク山ってことになってますが、純くんの靴にタンク山の土がついていなかったんですよ。おかしいじゃないですか。この事件があった時は雨で、まあ、ぬかるんでいたっていうことなんで、ついてるはずですよね、靴に。ついていなかったと。で、タンク山っていうのは、茨とかがあるんで、足に、引っかかる傷ができていておかしくないんですが、このね、純くん半ズボンでいたんですが、全く足に、その引っかかれた山のその傷がなかったっていうことなんですよ。つまり、行ってなかったんじゃないか、何言ってるのかというと、タンク山でなんて行われてなかったんじゃないかっていうことを思うわけですよ。だからこの件っていうのは榊原生徒が犯人であるっていうことになっている、そしてそのことをしたのはタンク山である、そういったことになっているわけですよ。ただ 実際は違うっていうことの根拠がこのように考えられるっていう、まあ、そういったことですね。で、このね、このタンク山のアンテナ基地のところで、ね、胴体が見つかったとかって言ってるんですが、まあ、なんかいろいろおかしいわけですよ。フェンスで囲まれた基地の敷地内はコンクリートで固められて、建物の下だけは土だが、この純くんの血が染み込んでいたとかって言われてるんですよ。うん、で、まあ、これっていうのはね、まあ、皆さんに何回かお伝えさせていただいたと思うんですが、丸し方がですね、もう決まってると考えられるんですね。この榊原なんかっていうのは、まあ、やっていないし、一人でなんて無理なんですよ。どういうふうにしたのかっていうと、何人か、まあ、何人かっていうか、まあ、その純くんをですね、冷凍して、それで、凍らしてですね、その後、まあ、なんていうのかな、凍ったところの、それを電動のこぎりで切ったと、そのように考えられるわけですよ。でこの血がですね、なんていうのかな、なかったっていう、このタンク山のこの地面にね。だから、もしも、例えば、その、なんていうのかな、まあ、普通にっていうのも変ですけど、ね、そんな風にしたら、ものすごい血じゃないですか。でも、大量出血はなかったっていうことなんで、まあ、まあ、そもそも行ってないと思いますけどね、全く別のところでやったっていう風にしてると思いますが、もしそこでやったのであったにしても、まあ、冷凍して、で、その凍ったところを、電動のこぎりでやった可能性が多分あるんじゃないかと、まあ、僕は思います。で、こういったことをいちいちですね、調べられると不都合が生ずるわけですよ。だから、まあ、本当のことを隠していると。で、いろいろおかしいんですが、このね、この件が起きたということで、当然、この警察はタンク山を調べに入るんですが、うん、警察犬が入ってるんですが、この例えば血の匂いとか、そういった匂いをスルーしてるっていうことなんですよ。おかしいじゃないですか、うん、警察犬がそれに気づくはずでしょ。だからおそらく僕の感じでは全くそんなところではやっていないと思って、例えばもしもですね、分かりませんけど、どこかのそういった施設内でやったっていうことになると、榊原が犯人でないってことになってしまうから、それを警察の一部の人間が隠していたと、そういうふうに、思うわけですよ。僕はそういうふうに思っています。で、もうちょっとこの話をね、その先ほどの首のね、切るっていう話を考えると、これも分かってるんですが、その首のその切られたその切断の感じがですね、もう明らかにこう、なんていうのかな、普通の感じなんです。一度でスパッと切られてるっていうことなんで、何度も何度もやり直してるようには見えないっていうことなんですね。で、榊原は糸の子で、切ったとかって言ってるんですが、無理ですよね。うん、だからもう一回言うと、榊原の証言は糸の子で、まあ、何度も何度も切ったっていうことなんですが、その切断面が一度でスパッと切れてるのもおかしいし、専門家が分かってるんですが、糸の子で切れないんですよ。だからおかしいでしょ。だから
榊原は糸の子で首を切ったと言ってるが、専門家は糸の子では首が切れないと言っている。でもしもノコでね、ノコギリでそういうふうにやった場合は、そういうふうにはならない、あのなんかなんていうのかな、まあなんかちょっとうまく言えないですけど、まあ、ちょっと厳しい状態になるんですが、そうではなく一度でスパッと切られてるということなんで、だから冷凍して、それで電動でノコギリでやったと、まあ、冷凍して電動のノコギリであった可能性が高い、と思います。で、この、なんていうのかな、これも難しい、ここからも難しい話になるんですが、あの本当にもうやり方がまあプロだっていうことなんですよ、普通に。あのその第二頸椎の真ん中を、まあ、そのスッと切っているってことで、素人がやることではないんですよね。で素人ってそんなことできないじゃないですか。ましてその14歳の人間ができるとは思えないからね。で例えばちょっと先ほどのお話でお伝えしましたが、もしそうやってスパッとしてないんで であればちょっとあの、まあ、厳しい感じですけど、血が出たりとかなんとかするん でそれってあの学校のね門に、置けないんですよ。なんか転がってしまったりとかして厳しいですけど、だからおかしいじゃないですか。だそういったところで、まあ、いわゆるもうこういったものをもう分かり尽くしている、だその首をそこに置くことが分かる、でそう、ね、転がったりもしないということが分かる、まあ、つまり本当複数人プロの犯行である、と考えられます。全然違うでしょ。一人で榊原がやったとかそんなことじゃないじゃないですかっていうふうに思うわけですよ。なんかこの例えば榊原がやってないんじゃないかっていうにはそう思う根拠があるんですよ。別にあのね、もちろんデタラメで言ってるわけでもなく、そういったものを、ある力が裏側から及んでいたとね。例えば先ほどお話しした話なんですが、そしたらあのこの純くんが入る冷凍庫が必要なわけですよね。凍らして電動で、まあ切ったということになった場合、榊原無理じゃないですか。14歳のその少年が、まあ、少年というか14歳の人間が、何そのね人一人入る冷凍庫を持っているとは思えないし、昔から持っているとも思えないんですよ。で業務用のそんなものを持っているとも思えないし、だからこれっていうのは実際こういった説が考えられるわけですけど、この人をですね冷凍して、電動で切る、まあ、そういったことができる場所がどこが施設か場所が、まあ、病院か分かりませんが、そういった、ところがあった。で冷凍庫もあった。であるいはこのね、このなんていうの、この首を切られた男の子の遺体を移動させることも可能っていうことですよ。いろいろなことができる場所なんですよね。とてもじゃないけど、そんな、タンク山って山の上でやったとはとても思えない、で一人でやったとも思えないんですよね、っていう話です。で、まあ、ここからはですねちょっと えぐい、話なんですが、マスコミの報道でですね、実は目が2つともくり抜かれていたようだったっていうマスコミの報道があったんで、ゾーマルプラス目を取ることが目的だった事件かもしれませんね。まあ、それっていうのは分かりませんけど、実際そういうことも考えられる。でそういったことのために、まあ、そういったことの目的があってこの件を起こしたのかもしれない。あとはまあそれ以外にもいろいろありますが、とにかくこの事件っていうのを先ほどお話したように、細部を確認する榊原がやっていないっていう可能性が非常に高いわけですね。で今度は最もおかしいんですよ、これがね。ここから話す 話がおかしいと思っていただくと思うんですが、このですね榊原の事件の後におかしいことが あるんですよ。それ裁判の資料が破棄されているんですね。この件っていうのはものすごく大きな件じゃないですか。っていうかおそらくこの裁判の資料に何かしらこうやって矛盾していることが多数、書かれていたんで、おそらく処分したと、思うんですね。本来は、まあ、なんていうのかな、まあ、26歳まで、書類を、まあ、取っておくという、こういった、まあ、ひどいものなんで、もっと取っておくと思うんですよ。その特別保存とか、まあ、されるんですが、まあ、そういうのをせずに、廃棄していたんですよね。だから、なんていうのかな、不都合
その裁判資料っていうものは、本来はこの件の真相にたどり着くために必要なものですが、それが不都合、だから例えば僕が言ったようなこととかもそうですが、それをもっときちんとした書式になっていて、そういったものが分かると不都合なわけですよ。だって、榊原が犯人ではなく、で、例えばそれ警察に入っていて、もう出てきてるんですよね。今、多分現在、社会で生活してると思うんですが、その無罪の人間が、そういったことで、ね、警察に入ってっていうことになるわけじゃないですか。それが分かってしまうから、だから処分したんですよ、これ。で、こんなこと普通処分できないわけですよ。だってよく考えてですよ、裁判所が資料を廃棄するっていうのは何でですかっていう話なわけですよ。そして日本のここで構造が出てくるわけですね。日本の例えば警察、マスコミ、裁判所、司法、そういったものに上から圧力をかけられる者がいるわけですよ。日本の宗主国ですね。米軍、あるいはその下にいる、東丸とかせんべいとか、そういったものの関与。で、つまり、そういったことから、この資料を処分、廃棄したんで、もう真相っていうのはわからないです。だからその当時分かっていたものが、こうかな、どうかなって憶測することはできるけれど、もう本当のことはわからない。そして、まあ、僕はちょっと前に、もうだいぶ前ですけど、読んでね、まあ、その時もまあおかしいなと思ったんですけど、この榊原がですね、本を書いてるんですが、この本の中でですね、この淳君の件について全く触れていないんですよ。それ以外のものについていろいろ書かれているんですが、淳君のものについて何も触れていないんですね。ほとんど全く触れていない。なぜ全く触れないのだろうか。理由は単純です。やってないから。自分がやってないから書きようがないんですね。犯行時の様子なんてないじゃないですか。だってやってないんだから。そのタンク山がどうのこうのって言ってないんだろうから。で、例えばそのね、なんでしたっけ、糸のこぎりでどうのこうの、全部嘘ですからね。だからこれっていうのは、先ほど言ったように、象丸とかそういったものを取ることもあるし、他にも目的はあると思いますが、そういったもので裏側で、その別の組織が、まあ、日本でこういった大きな、ね、凶悪なものをやる組織が動いた事件であり、別にその榊原っていうのは、それの、まあ、犯人役として出てきて、少年法を利用して、まあ、犯人の役になったっていう、それが多分この件の本当のところだと思います。だから簡単に言うと、ね、少年 A はやっていない可能性を極めて高い。99%、99.9%やってないと思いますよ。で、まあ、これっていうのは僕だけじゃなくて、気づいてる人はいらっしゃるんですが、まあ、こういったことが起きていたということに、一人でも多くの方が気づいていただきたいと思いまして、今回ですね、ちょっといろいろ調べて分かったことをお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。今回はここで終わりです。失礼いたします。